おはようございます。ウェイ、テント生活から一転、個室生活。やっぱりね、文化的な生活って大事ね。さて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 、新拠点の周辺はこんな感じになってます。豊富な採掘資源に、ゴーレムの狩り場が近くにある高立地。森林のバイオームもいくつか周辺にあるから木材も調達しやすい。敵の拠点が近くに2つあるな。どっちも大したことはないから、サクッと制圧してしまおう。東のプロメシウムなどの鉱脈を採掘できれば、宇宙進出用の資源も確保できるだろう。これからはゴーレムとドローン狩り、敵拠点からの戦利品でザスコシウムを含んだアイテムを集めて、マルチターレット搭載ホバーベッセルをブループリントで呼び出して、墜落したタイタンや敵拠点を解体していく。その資源を持って、本格的なキャピタルベッセルの建造に乗り出す予定だ。やっぱりザスコシウムがネックだな。拠点攻略の戦利品をメインにしていくが、場合によっては引っ越し用キャピタルベッセルを解体してザスコシウムの足しにするのもありだな。ザスコシウムがある星までスモールベッセルで行くっていうのは？スモールベッセルのワーク距離で移動できる範囲にザスコシウムがあればいいんだが、とにかく戦利品の収穫次第だな。十分な性能のキャピタルベッセルが用意できればよし、足りなければ採掘用キャピタルベッセルと偵察用スモールベッセルで物資調達を続けるってな感じで、高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に。ほんじゃ、早速サクッと敵拠点を攻略しましょうかね。コアは持ったか？持ったよ。回復アイテム、食料、弾薬は？さっき確認したから、食料と弾薬は敵兵から調達もできるし、コアだけ気をつけておけばなんとかなる。そうやって敵兵がいなくてサソリばかりの敵拠点に突っ込んで脱したことなかったか？それは多分別の世界線ですね。もう敵拠点が見えてきたっすよ。近いのな。ご近所さん。近くを通りかかっただけでミサイル撃ってきたご近所さん。絶対に許さない。お前って相手を敵と認識すると容赦しないよな。サイコパスじゃね？あ？サーゼン。引っ越しのご報告に、ロケット弾をどうぞ。引っ越しロケット。問答無用の侵略である。敵の発砲を待たずに攻撃したっすね。この拠点に来てた時に撃たれたからええねん。ちょいちょい被弾してんな。緑にさえ当たらなければどうということはない。緑砲台を全て撃破。敵ドローンの射程に到達してんぞ。ミニガンドローン程度、物の数ではないわ。赤砲台で最後っすね。サクッと仕留めよう。もう一丁やったか？それフラグ言ってた。手前の段差に当たったっぽいっすね。今度こそ撃破。まだセントリーガンがあるかもしれんから、慎重に偵察。セントリーガンなら口でもいいだろ。それもそうか。そんじゃ、ドローンの残骸を回収して。またか。拠点の読み込みでエラー出てるみたいっすね。拠点に接近して読み込んだ時と、離脱してチャンク外に出た時にエラー出るんだよな。プチスモールベッセルだとエラー出ないんだがな。サバサバイブに原因か？ともかく、敵ドローンから回収して一度撤収。プチスモールベッセルで制圧するぞ。ウェイ。拠点周辺で爆発。敵ドローンの襲撃だな。相変わらず、ジャンクロードと同時に拠点直上で戦闘開始すんのな。高難易度の惑星だと致命傷になるよな。敵ドローンが強い星だと地下に拠点作った方が安心だわな。敵ドローン。信頼と実績の予測変換。まあ、残骸の回収はしやすいからいいけどさ。ベースの修復が大変になりそうだな。コンストラクタとか重要なものは中央に寄せてあるから、外周の居住区画が被害甚大になるのよね。壊れてもあまり気にならないっすよね。おっと、自動修復か。防御フィールドで追い出されるのか、最近のライダーの変身シーン思い出した。最近は変身中でも攻撃されるっすよね。でも、変身のエフェクトで無敵時間扱いだよな。無敵時間は甘え。1ミリ秒で変身したらいいのよ。宇宙刑事っすか。癒着。それ逮捕される側っすね。御社。裏でどんな取引したんすか。消滅。読みは同じっすけど意味が最悪じゃないっすか。パワーコイル美味しいです。で、癒着を御社で消滅を極める宇宙刑事ってどうなのよ。お前みたいだな。俺ほどの聖人君子を捕まえて何を言ってるんだお前。よっこいしょ。うわぁ、これが聖人君子のやることかよ。野蛮で暴落なエイリアンを倒して平和に一歩近づいたな。なんていうか、これだと FPS 要素ないよな。それな。まあ、これが使えるのは入り口のあるフロアくらいだし、エレベーターで移動する敵拠点は生身になるからさ、使えるところは使っていかないと。お前別の世界線では最終フロアまでの通路をロケットで爆砕して作って侵入してただろ。あれは宝箱も爆砕するから、すぐにドローンで回収しないといけなくてな。周辺の安全が確保できてないとロストすることもあるから、使いどころは考えないといかん。ランドモデラーで地下から侵入したり、
反射神経が鈍って FPS が苦手になりつつあるから、頭を使っていかんとな。ぶっ壊して道を作るとか脳筋すぎやしませんかね。敵拠点の対人トラップをスモールデッセルでゴリ押しっすからね。相手が小銃持ってるからってこっちも小銃で挑んでやる義理はない。そもそも人数差があるんだから、歩兵相手に戦車持ってきたっていいんだよ。できることならこっちだって敵拠点に無人ドローンで攻撃したいわ。それもう別ゲーだろ。サバイバル通り越してるっすね。バトンを組んで銀河の資源を食い荒らす。正真正銘の銀河蛮族ゲーム。それはそれで面白そうっすけど。2階の資源回収は任せるぞ。猫の手も借りたいって、しょうがないな。ドローンだとコンテナの中身とかアクセスできないんじゃないんすか？ドロップボックスはアクセスできるから、コンテナ回収してからドロップボックス回収したらええのよ。ロッカーから暗視ゴーグル。うむ。ロッカーから EVA ブースト。うむ。冷蔵庫は空っぽだった。え？空っぽなんてあったっけか？中身は見つかりません、ニャムニャム。まあいい。次は。熱い飲み物。ふむ。結局、当たりはテクタルデッセル用 XL スラスターだけっすね。アーマー類は攻撃でそれなりの値段で売却できるから、ハズレってほどでもないが。まあ、雑魚拠点ならこんなもんだろ。拠点を排除して安全になったから、周辺の採掘も進めていこうか。地獄のルーチンは悪開始だな。プロメシウムの採掘予定も目処がついたのにまだバイオ燃料っすか？プロメシウムはできるだけフュージョンセルに加工して使いたいからな。ドローンからも燃料パック手に入るから、そこまでバイオ燃料にこだわらんでも。まあ、キャピタルデッセル導入したら燃料消費量が尋常じゃないからな。バイオ燃料でやりくりできる間はできるだけ使う。で、俺たちも燃料補給だ。ディノシチューっていうのを一つ食べてみようか。半分以上回復したな。食料問題も十分解決したんじゃないんすかね。これまた宇宙に行くとあっという間に消費するから。畑付きのキャピタルデッセルならいいんだけど、それはそれで処理が重いのが難点。あと、医薬品が圧倒的に不足している。どこか手頃な拠点でドロップ品収集用に適兵スポナーを残しておくのがいいか。装備を剥ぎ取るために無限湧きポイントを残すけど。攻撃で医薬品を調達するのもありだけど、弾薬と食料と医薬品をドロップする適兵を処理する方が出力高いのよ。ドロップ品を理由に生殺与奪を振りかざす自称成人君子。さて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 。東側のご近所さんも攻略しちゃいましょ。放置されたドローンベースだっけ？大型の砲台がなかったから、直接プチスモールベッセルで乗り込もう。見えたっすね。ここの周辺には資源が豊富なんだけど、でかい虫が大量に湧いていて、採掘するのが困難なんだよな。砲台付きホバーベッセルがないとしつこいくらい襲われて厄介だ。ほん。ここはエレベーターで移動する多層タイプだから、生身での戦闘になるな。今回はロケットで穴を開けて突入しないのか？ここはその方が楽なんだがな。ここってあれっすよね。敵が。そうなんよね。サソリがメインでデバフがやばいのよ。医薬品が足りないのに生身で挑むか？ここでこそデバフ食らわないプチスモールデッセルの進化を発揮できると思うが。お前さっきまでロケットで穴を開けていくのゲドウみたいな言い方してただろ。医薬品少ないなら無理せんでもゲドウでいいんじゃね？今さら真面目ぶっても無駄っすよ。犬までなんてこと言い出すの。この敵拠点は見えないトラップスポナーも多いからな。面倒でしょうがない。フロア進むごとにマルチツール持ってドローンで確認してるよな。通風口みたいなテクスチャのブロックがあれば、とりあえず撃っておこう。中継地点みたいな安全地帯っすね。冷蔵庫もあるから、食料と医薬品を保存しておくと便利かもしれんな。医薬品が足りないときは、保存期限が短い蜂蜜とかスパイスで代用するのも手だ。冷蔵庫までたどり着いたらそれらを持ち込むと交代からリトライしやすい。一番楽なのはスモールベッセルで乗り込むことだけど。プチスモールベッセルの拠点攻略はゲーム性が損なわれるぞ。拠点の数も多いから、攻略手段の一つとして見ておくくらいがいいっすね。サソリはとにかく段差があればなんとかなるけど。サソリの肉って毒とか大丈夫なんか？足とかならいいんでね。カニみたいじゃん。サソリの唐揚げとか食うとこなかったっけ？あるけど、このサソリは食いたくないっすね。まあ、目的は下毒用の牙だから。まだ動いてるぞ。は？大丈夫っすよ。無力化できてるっす。ビビって死体打ちしてやんの。表示がダブる時あるから念には念をだな。はいはいビビリビビリ。慎重なくらいがちょうどいいんだよ。お前の場合は慎重なくせに間抜けだからアホなんだよ。は？うかつに飛び出してセントリーガンにビビってたっすね。いやいやいや。あれ、これ、スポナーじゃん。
ここまで突っ込んでようやく思い出したかのようにスポナー破壊。サソリがリスポーンしてたら被害甚大待ったなしっすね。ぬ。これでわかっただろ。お前は慎重じゃなくてビビリなだけだって。慎重な奴は警戒しているから遭遇しても対応できるが、ビビリなお前はパニックって乱射してるだけ。だったらお前がやってみろよ。猫が銃持てるわけねえだろ、舐めてんの。自分でできもしないのにケチつけていじってんじゃねえようぜいなお前。黙れ無能。あん。おん。ほら、喧嘩なんてしてるからサソリスポナー見逃すんすよ。追加きました。ヘビーアーマーのおかげで直接ダメージは少ないからゴリ押すぜ。やっぱりゴリ押しのお味噌筋肉。いっそここで死んだ方がお前のためになるんじゃねえの。うるさい、黙れ。デバフもらったっすね。じわじわと体力減ってるぞ。黙れって言ってる。ショットガンよりアサルトライフルの方が。じゃらー。さあてん。ボロボロだな、下手くそ。プチスモールベッセルに依存してるから進歩しないんだよ、無能。ギキリアニマル絶好調っすね。ほんとちくしょうめ。なんか広いところに出たっすね。よくわからんもんが並んでるが、まずはスポナーを壊してっと。高いところにいたらサソリも怖くないからな。お、ここは通れそうだな。よっこいしょ。はい、こんにちは。わまんまと引っかかってやんの、まぬけめ。ぬ。弾薬と医薬品の補給のため一度撤退して戻ってきました。途中の宝箱から入手した強化ミニガンで余っていたミニガンの弾を消費していこう。敵兵がいないと弾薬の消耗も激しいっすね。敵兵から物資を奪って戦い続ける役立つスタイルだもんな。それは否定しないがな。ミニガンは命中精度が悪いからな。サイドローンとかドア破壊とか的が大きくないとイマイチだな。あの対岸の段差に飛び乗りたいから。ウサギ飛び前進からのお立ち穴ジェットパック。テントリーガンに撃たれてるっすよ。医薬品が少ないから先にサソリ飛んで、テントリーガン。ミニガンの精度悪いな。おい、だから言ったじゃん。強化ミニガン2つ目。ミニガンは弾薬には困らんかな。ショットガンの代わりにしていくか。リロード時間とダメージ考えたら大差ないもんな。落とし穴の先に来てみたが、前方の段差に乗れば安全かな。よっこいショット。歓迎委員会が駆けつけてきたぞ。ぴったり重なり合うのどうにかならんかね。まだいたか。奥になんかあるっすね。宝箱な。後で回収しよう。あれがスポナーか。倍率が足りない。スナイパーライフル。これでよし。サソリの数がスポナーの数に合わなくね。まだスポナーあるってか。ドラドラ。落ちた。戻って。あ、スポナー見っけ。これでいいだろう。この、あからさまな部屋は怖かな？トラップの可能性が高いっすよ。今度こそ警戒して。スポナー見っけ。他にはないかな？よし、クリア。コア見っけ。制圧完了。あとは宝箱の中身をコンパネでアクセスできるコンテナに移して終わりだな。コンテナないっすよ。あ、ほんと。弾薬ボックスでいいか。コンパネ経由で弾薬ボックスからスモールベッセルのカーボボックスに移し替えてっと。今回の収穫は？自動採掘装置のコアが13個に、マルチターレットだな。
マルチターレットは一番の収穫だ。これでタイタンの解体もできる。ベースに戻ったらコバーベッセルにマルチターレットを搭載して、タイタンの解体に向かおう。自動採掘装置のコアもたくさんあるから、いくつか設置して解体中にでも採掘しておくと時間節約になるか。初期型って効率そんな良くなかった気がするんすけど。まあ、他の作業している間に少しでも進められるなら無駄にはならんだろ。コアも交易で手に入れられるし、金が余ってたら追加購入したらいいだけだ。ゴーレム狩りで金が結構手に入ったからな。それもあるし、余剰のアーマーと歌舞伎の売却でもなんとかなりそうだからな。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。